皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー二次試験スピード合格講座論文消費者問題2019から2021過去問解説編講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。はい、早速授業の方を始めていくんですけれども、ご用意していただきたい教材の方を今から移します。はい、まずこちらですね。はい、消費者問題の、はい、過去問解説ですね。こちらの方をご用意していただければと思います。商品コードも書いてあります。それからもう一つご用意していただきたいのは、はい、こちらの公式テキストですね。こちらの方を少し見るかもしれませんが、この1ですね。公式テキストの1。この2冊ご用意していただけますでしょうか。消費者問題の、はい、論文か解説集と、それから公式テキスト1ですね。こちらの方をご用意ください。でこちらの方時間が30分ということで非常に短いです。私の講義聞いたことある方とても、お分かりいただいていると思うんですが、とても早口なんで、こちらの方ねウェブ講座なんでスローにしていただいたり止めたりしていただいて、聞いてください。いいですかね。私も皆さんにいろいろな、ね、情報を伝えたいんで早口に喋りますのでね。ですから皆様の方でスローにしていただいたりね、ウェブ講座のいいところですからそうやっていただければというふうに思います。はい、じゃあもうもったいないんで早速始めていきたいと思います。はい、こちらですね、消費者問題のところですね。こちらの方を見ていくんですけども、はい、まず開いていただきたいのがですね、はい、2ページになります。2ページになります。よろしいでしょうか。はい、これ昨年の消費者問題の、論文になります。ちょっと写しますね。はい、こちらですね。でここなんですけども、時間は60分です。で実際はですね600字以上が望ましいということなんですけれども、まあ600字は最低書いていただいた方がいいんでね、一応望ましいとは書いてあるんでね。でだけど、まあ、800字は守ってくださいということになります。こちらの方ですね。よろしいでしょうかね。はい、皆さんお手元にご用意されてますね。私の方もこれ使いますので、皆さんねまずこちら、はい、2ページのところをですねご用意いただければと思います。2ページですね。はい、こちらですね。で600字からって書いてありますが、600字程度というふうに言われてますよね。はい、よろしいですかね。じゃあ、お願いします。はい、じゃあこちらの方、まあ皆さんも読んでいただいているということを前提に話の方を進めていくんですけども、よろしいですかね。もう皆さん読んでいるということになります。でこの論文なんですけど、まずですね聞かれていることに答えなきゃいけません。当たり前ですね。もう皆さんこの辺は大丈夫ですね。基本的な書き方のところはね。で、まずですね1900年後半の、消費者教育ですね。消費者教育の、考え方になります。でこれ1900年後半ですから、まあ、1951年から、まあ、1999年までというふうに考えていただければいいかなと思います。であと2000年代ですから、まあ、2000年代から現在までということです。で、まあ、こちらの方の試験昨年ですから、2000年から2021年ですね。このところを分けて考えてまずいただければと思います。したがって、まあ、こちら、解説冊子の分析のとこね、この論文で問われていること、まあ、4つあります。1900年後半、後半いいですかね、真ん中から後ろということなの。前半後半ですからね。消費者教育の考え方。からあと2000年代です。からまあ現在に至るまでということですね。はい、それから学校における消費者教育、今後どういうことが必要になるのか、あと企業においての消費者教育ということになるわけですね。でこちらの方なんですけども、テキストね、公式テキスト1の方でまあ大体書いてあります。でこれらをまあ皆さんですね、アドバイザーの場合は知ってる知識をまあ基本的に吐き出す形になります。じゃあもう早速見ていくんですけどね、まず1900年後半なんですけれども、こちらの方ですね、日本の消費者教育が導入されたのは3ページの方を見てください。はい、いいですか。解説冊子1行目、高度経済成長期であるということですけど、これとても大事です。テキストにもですねしっかり書いてあります。このテキストね、こちらのテキストの方にもしっかり書いてありますので、いいですかね、このテキスト。はい。これのね、45ページ。皆さんお開きくださいよ。もうお持ちですね。持ってない人いいですか？公式テキストの方持ってきてくださいよ。はい。公式テキストね、取りに行ってくださいね。これの45ページ。左から、いいですか？下、
から産業です。日本における消費者教育の展開。一番最後、第二次世界大戦後の高度経済成長期においてであると。いいですかね。我が国に導入されたのはということですね。まあ、ここがまず最初になります。いいですかね。消費者教育が日本に導入されたのは、高度成長期であると。で、その後ですね、消費者教育はどういう特徴を持ってやってたかというとですね、これ行政主体です。行政主導です。行政が、まあ、働きかけてるということですね。こちらもですね、同じくですね、45ページ、公式テキスト1ですよ。45ページの、はい、いいですかね。左側、括弧2、今のところの上です。括弧2のですね、タイトルが消費者教育の生成と日本の消費者教育っていうところの1、2、3、4、5、6行目かな。はい、第二次世界大戦のことだろう。我が国の消費者教育は、はい、消費者政策の一環として行政主導で展開されたということになります。まずですね、1900年後半ですね、50年以降に関してまだ導入されたのが高度経済成長期、それから行政主体ということになるわけです。それが1990年ぐらいになってきますとですね、これがじゃあどうなるのかというところですけども、これはだいたい28ページぐらいです。公式テキスト1の28ページぐらいですね。こちらの方をちょっと見てください。皆さんお手元にありますか？公式テキストね。はい。28ページになります。はい。で、28ページのどの辺を見ていただくといいかというとですね、カッコ2、上の方ですよ。カッコ2の右側です。右側の1行目から、4行目ぐらいです。28ページ、公式テキスト1。括弧に消費者教育の学校教育への導入のところですね、はい、ここを見ていただきますと1行目右側ですよ、はい、左と右に分かれてますよね。消費者を保護する政策から徐々に消費者が自ら学び行動することができる政策へ変更しつつあると。1990年代ぐらいからですね、消費者教育については保護する政策から徐々に消費者自身が学び行動する政策に変わってきたというところが特徴でございます、はい、で2000年ですね、2000年に入って大きく転換されるということになりますね。これがですね、いわゆる消費者基本法が制定されたというところになります、はい、こちらの方ですね、解説冊子の方を見ていただきますと3ページの方ですね、段落ごとに聞かれていることを分かれております。それの2のところですね、まあ、この辺に関してはですね、皆さんもねきちんと押さえられていると思うんですけれども、解説の方に書いてあるように、はい、消費者教育、消費者保護基本法の中で消費者教育が消費者の権利の一つとして明確に位置付けられたということになります。まあ、この辺はですね、もう皆さん押さえてらっしゃると思うんで、まあいいかなと思うんですが、一応ね、公式テキストの方で言いますと、公式テキスト1の46ページですね。46ページの、まあ、左側ですね。左側の下から3行。下からですよ。消費者基本法のことが書いてあって、はい、消費者教育ですね。これが消費者の権利になったということが書かれております。はい、いいですかね。で、あとですね、2012年になると、はい、これもですね、皆さん大丈夫でしょうかね。2012年となったらピピッと来てください。消費者教育推進法です。こちらの方も解説冊子で書いてあるかと思うんですけれども、そこでね、はい、消費者の自立を支援するだけでもなくて、ね、はい、消費者市民社会の形成に参画することの重要性についてね、これをまあ深くね関心を持ってもらうということも消費者教育の中に入ってるんだということですね。はい、これなんかもですね、実は一次試験の方で出たりするわけです。で、こちらの方もね、解説冊子のですね、4ページのところの、白い丸が3つあります。ね、そのところにもまあ一応ね、書いておきました。ここですかね、消費者教育についてね、ここに書いてありますね。はい、よろしいでしょうかね。はい、というところですね。で、もう少し続けて見ていきたいと思うんですけど、